駅構内東桂駅は、山梨県鶴市桂町にある富士急行大学線の駅である。駅番号は FJ10。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。線路はほぼ東西に走り、駅舎は南側に置かれる。二つのホームは互い違いに設置されており、駅舎に接するものが東下市場型、そうでないものが三つ峠型にずれている。 駅舎に接するホームの三つ峠方の端から、駅舎から遠い方のホームの10日市場方の端へ、遮断機、警報機付きの構内踏切が伸びており、また各ホームには一つずつ、待合所が設置されている。2004年には、鶴門下大学前駅の開業に伴い、それまで大月方面から谷村町駅止まりとされていた便が、すべてここでの折り返しに変わった。 それ以来1日に何本かはこの駅始発の大月、港が存在するが、その場合列車は一番線に入る。かつては駅舎側のホームに川口湖方面の列車が、そうでないホームに大月方面の列車が発着していたが、2005年12月10日のダイヤ改定では、これが改められた。二つの乗り場に駅舎側から一番線、二番線と名前を付けた上で、 上下列車の行き違いが行われる場合を除いて、すべての列車が一番線に発着するようになったので、ある。上下列車の行き違いが行われる場合、基本的にはそれ以前と同じように一番線に、川口湖方面、二番線に、大月方面の列車が発着する。休日ダイヤでは二番線に、川口湖方面の列車が停車することがあったが、2017年3月4日、改正時点では、 そのような運用は通常なくなっている。停車ホームは、東ずま駅改札脇の時刻表にのみ、記載されている。富士急行線各駅に設置されている、共通のデザインの時刻表には表記されていないので注意が必要である。古くからの駅舎木造平屋の建築物となっている。内部の旅客が立ち入ることのできる部分には、待合所の他友人窓口が設けられているが、 自動券売機の設置はない。日中のみ駅員が配置されており、以前は直営駅であったが、1971年から業務委託駅となっている。直東駅の構内、2番線ホームの脇には桜が植えられており、毎年春になると花を咲かせる。この季節に運行されているお花見列車は、大月発、川口湖発ともにこの桜を見物後、そのまま折り返して戻っていく。 また、トーマスランド号という車両のみに設置されている、液晶ディスプレイには、他の駅に停車中はその駅の駅舎の写真が表示されるが、この駅では、満開時の2番線ホームの桜の写真が表示される。駅構内南東側に、富士急行東カツ変電所がある。2013年度の1日平均乗降人員は506人で、ある。 東ズマ駅前バス停から予約型乗り合いタクシー。すると、東ズマが利用できる。富士急行、大月線東海市場駅、東ズマ駅三つ峠駅。ありがとうございます。